室伏広治の倒し方はないよ。あんな生き物倒せやしないんだから。誰も。誰も倒せないんだ、あの生き物は。一つ疑問に思ったことがあります。ハンマー投げの選手は筋肉質ですが、室伏選手以外お腹が出ているというか、室伏選手のような体型ではないですよね。自分なりにいろいろ考えたんですが、まだ答えが足りないです。なぜ室伏選手は他の選手みたいな体つきにしなかったんでしょうか。竹下さんどう考えますか。素人質問ですみません。まあその業界の、常識っていうか、その業界の、トレーニングの常識、体作りの常識っていうものを疑ってるんじゃないですか。疑ったというか、そうじゃないって思ってたんでしょうね。だから体型を大きくして、お腹周りも大きくして、で、重いウエットをグワッグワッっていっぱいやって、足こんな太くして、ただただ重量を扱うっていうことよりも、その重量を扱うプラス、それにスピードをプラスするっていう、重さをただ強く扱えるよりも、扱いつつスピードを出すっていうのがハンマーの一番の技術なので、例えば4回って回すわけですよ。こう1回スイングしてから、そこから4回回るわけですけど、その回ってる間に上に行ったハンマーを下にこう降りるときに加速させて、もう1回っていうことらしいんですけど、僕はこう引っ張るんだと思ったら、室伏のお父さんから言うと、上に行ったものは落下してくるから、落下していくものを加速して、それに耐えられる筋力を持ちつつ、スムーズな回転を入れるっていうことなんだという話だったんですけど、やっぱりスピードが大事なんですよ。ハンマーが手から離れる時の、こう回転でハンマーが外を回ってる速度で、基本的には距離が決まるんで、彼はパワーゲームじゃないって思ったんでしょうね、ハンマー投げを。まあお父さんもそうですけど、パワーだけがあれば、パワーだけがあるんだったら、多分パワーリフティングとかの選手がやればハンマーが飛ぶってことになりますけど、だけど彼らはハンマーを早く回すっていう作業が多分できないので、室伏には勝てないんですよ。それはだから他のハンマー投げの選手たちも、パワーを大きくして回るスピードに耐えられる筋力を手に入れればいいと思ったんだけど、それはちょっと違うよね。結局パワーが上回ってても、スピードを出せない機能だとハンマー飛ばないよねって思ったとこで、スピードを出してもハンマーが手から離れずに、しっかりと回転の軸を取れる各部の筋力だったりとかっていうものを鍛えれば、ハンマーを世界で一番投射できるパワー系の筋肉だから、ああいう体になるんでしょうね。だからやり投げとかの選手に近い体型してるでしょ。あれもスピード系だからなんですけど。だから、ハンマー砲丸の選手も、そのあたりはある程度考えると、やっぱり速度がないと飛ばないわけだから、これまでの、慣習っていうものを破る、そういうゲームチェンジャーみたいな男が彼だったってことですよね。そういうことだと思います。室伏広治がプロ野球をやっていたら、ホームランはもちろん内野安打でも高いパフォーマンスを出せると思うのですが、いかがでしょうか。左打ちだったら内野安打もかなり多く打てると思います。彼の出だしの30メートルは多分マジで世界一速いと思うんで、短距離はサインボルトより速いので、盗塁、内野安打が容易。盗塁はね、分かんないです。盗塁はやっぱりモーションを盗むっていうことができるかどうかがかなり大事です。スタート切れるかどうか問題なので、0.1秒到達するのを速くするスピードを手に入れることもできるし、0.1秒スタート速くすれば、行った先で0.1秒、だから1メートル稼ぐことはできるんで、そこが鍵だと思うから、盗塁は分かんないです。ただ内野安打は勝負できると思います。走守はイチロー選手に匹敵する結果を出せると思うのですが、武井さんはどう思いますか。だって、走攻ね、走攻は、イチロー選手に匹敵できるかどうか分かんないです。彼の運動の肝は反射じゃないんで、自発運動なんで、自分から運動を起こして物体をコントロールすることは非常に得意だけども、反射した時に正しい動作ができるかっていう能力はまた別の分野なので、バッティングに関してはちょっと分かんないです。伸びるかどうか。ただ、ホームランを打てとかっていう、3割でいいよ、10回やったら3回でいいよとかっていう、しかもその3回をボールの半分よりちょっと下にバット入れて叩いてねっていう、スリーストライクまでの間にっていうことを彼にテーマとして与えたら、多分猛烈な勢いでその能力を伸ばし続けると思うんで、ホームランバッターになる可能性とかすごくもしかしたら高いだろうなと思うし、だからどんな球も率高くヒットを打つっていうよりは、そっちの方が
効果あるかなと思います。はい、守備もなかなかいけんじゃないかなと俺は期待してますけどね。ミッキーとモーシーマウス、もう権利的にまずい、まずいな、これ画像も使っちゃってて厳しいぞディズニーは、室伏の遺伝子を後世に残したいです。室伏の聖域の盗み方を教えてくださいだって。いやいや、ほぼほぼ無理でしょう。ほぼほぼどうでしょうね。盗むのはおすすめしませんけど、オファーしてみてはいかがでしょうか。将来的に、あなたの遺伝子の子孫を残したいので精子バンクなど登録していただいて私に購入させていただけないでしょうかっていう、はい、盗むのはお勧めしません。犯罪行為ですから。精液盗んだらもう強烈な強制わいせつ罪プラス、はい、窃盗行為みたいなことになるから、何の罪状が当たるのかもわかんないぐらい犯罪行為なんで。室伏広治が好きで、室伏のドキュメンタリーとか見ました。昔は細身でパワーがあるように見えませんでした。鬼の身体能力は後天的に身につけたのでしょうか。そうだね。後天的に身につけたとしたら、トレーニングをすれば室伏級の身体能力を身につけることは可能なのでしょうか。遺伝子的に、人種的なこともあるし、彼は、お母さんがね、ヨーロピアンなので、元々のヨーロピアンの遺伝子も持っていて、お父さんの大きな体の遺伝子も持っている。で、子供の頃はガリガリだったけど、やっぱトレーニングして、あの体になれるっていう、先天的なものもある程度あるけど、で、さらに、それをはるかに上回る後天的なトレーニング量と知識と積み重ねで、世界一のエネルギー放出量を手に入れたので、俺はもう本当に尊敬しかないです。で、彼が誰よりも、軽い体重でハンマー投げで世界一になったのを見てるんで、先天的な才能だけではないっていうことを彼が一番証明してるアスリートだと思うから、体のサイズとか大きさとか元々のただのゼロパワーとかそういったものだけで世界を取ってるわけじゃないっていう、そこに本当に他の選手をはるかに上回る投げ方の技術、ターンの技術もう明らかに違うから、他のハンマーの選手120キロとか110キロとかある選手の回転と、室伏広治がぐるんってこうハンマーを回してきた時のやっぱり正確な軌道と、あと本当に一回転ずつ足を使って加速しては、それを振り下ろしてまた加速して、振り下ろしたものをまた支えて上方向に力を変換していくみたいな、あの作業4回の作業は本当に芸術だから、本当に素晴らしい芸術のような技術なので、ぜひね皆さん、室伏広治すごいすごい、俺いつもいじるように言ってますけど、本当に彼のベスト記録出した時の84メートルぐらい投げてる時の動画をぜひねご覧になってください。こんなにね重いものを移動させる競技で、こんなにも重量感感じないのにすごい重量が速い速度で動いてるっていうのが実感できて、さらにそれを正確に精密に行って投射物を遥か彼方まで飛ばすエネルギーを生み出してるかっていう、その技術の端々の全ての動きがコントロールされて計算されたものだっていうのを感じられる、ちょっと宇宙的なレベルの技術なんで、皆さんぜひね室伏広治の投擲の映像をねスローで何度も何度も見たり、あと普通のスピードで何度も何度も見て、何をしているのかっていうのを解析するとスポーツっていうものの理解が深まると思いますよ。スポーツって、あ、こうすればいいんだ、重いものはこうしたら軽くなるんだ、遅いものを早く動かすためにはこういうエネルギーが必要なんだっていうことをすごいほぼ全部含んだ運動になってるんですよ。だからやっぱりね、そういったところを皆さんにはスポーツを見てただすげえって言うんじゃなくて、すげえ人の運動にはすげえ結果が出るための物理的なこう証明が動きの中に必ず含まれているので、俺はそういうのを見るのが好きなんですよ。だからあのアスリートのトップアスリートたちにすごいリスペクトがあるし、なんか人間的にそういうものを考えて生み出してる人たちの人間性が好きになるから、だからアスリートもなんか俺の話聞いてそういうのをちょっと感じてくれてるから、多分すごく仲良くなれるんだと思います。皆さんもぜひねその辺注目して見てみてください。今も歴代2位の室伏重信さんって本当に半端ないんだよな。そうね、50年前とかの記録が未だに残ってんだもんね。そうなのよ、室伏重信さんの凄さは本当お会いしたら分かりますよ。工事を初めて見た時よりも重信さんと初めて握手した時の衝撃の方がちょっと強かったんですよね。本当に人と握手してる感覚がしなかったですね。なんか野生の大型の獣と
触れ合った時の無力感みたいなものを感じたのを覚えてますね。うん、人間って鍛えたらこうなるんだっていうのを実感したんですね。すごいですよ、あの親子は。こんばんは。私はベンチプレス200キロを上げます。腕のトレーニングもかなりやっています。以前室伏さんに腕相撲したところ、両手でやったのに負けてしまいました。それ以来腕相撲がトラウマになりって。まあベンチプレス200キロ上げても工事に腕相撲は勝てないだろうね。ベンチプレスでつける筋力ってさ、運動でそんなに利用価値がないっていうか、そんなに使う局面がないと俺は思いますけどね。ああ、押し合いとかする人はいいかもしれないですね。例えばラガーマンでアメフトだとかのフォワードの人とか、そういうのある程度やってても十分役立つ。相手をガッとこう捉えてクッとこうしていくパワーとかには役立つだろうけど、こうガッとこう引いてロックしたりとかする力には全くつながらないんで、腕相撲とベンチは関係ないから、トラウマにする必要もないんじゃないですか。多分ベンチプレス300キロ上げても室伏に勝てないと思いますよ、多分。間違いない。マジで。武井さんの放送をいつも楽しく拝見しています。以前、水曜日のダウンタウンでハンマー投げの室伏広治選手の施設で出ていたのを拝見しました。とても面白い一人語りをさせていたのですが、どれほどの期間で準備をしたのですか。またどのように情報をまとめたのか教えていただきたいです。まあ、あのトークは、基本的には準備したの、2、3日夜、今まで知ってる室伏の行動とかを書き記して、こんなことあったな、こんなことあったなって言って、それを一人で夜 2,3 回かなリハーサルして、さあ私が本日プレゼンしたいのはこちら、ババンみたいな、室伏、ハンマー投げじゃなかったら100億稼げたっすみたいな、ハルザースみたいな、浜さん室伏コーチご存知ですよねみたいなこと言いながら、浜さんが言ってくるようなこととか自分で真似して喋って一回リハーサルをするんですけど、それを何回かやって仕上げました。まあ、実質何の分かんないけど、7、8時間かな、使ったのは。はい。まあ、以前から室伏とはその面識があったんで、仲間にもちょっと LINE とかして、室伏の伝説なんか知らないって言って、そしたら投擲の人から何個か送られてきたんで、ああ、面白いな、つって、これも入れて、これも入れてって言って、はい、ディレクターさんに送って、こんな情報ありましたよ、つって。続いてはこちら、バーンって出てくるやつだけ作ってもらって、それに合わせてのトークはもう自分で一人で全部喋ってたんで、ああで例え話入れたりとか、アマさんこれってどういうことか分かりますかっていう説明を自分で考えて、それを楽しい説明にしてとかっていうロジックでこう考えていて構成して、でもう本番です。はい、本番はもうね、プロのお笑いの方が周りにいるんで、何人か、あ僕が、そんなわけあるかいっていう、ほんまかっていうことを僕が言えば、浜田さんとか松本さん全部突っ込んでくれるんで、本当なんですっつって、でそこからの、一応聞いてくださいっつって、室伏がこうこうこうなんですって言えば、もうドカーンってくるんで、それ分かってたんで、そんなに不安なく、はい、自分が完璧にやる必要ないんで、はい、オチだけちゃんとつけてれば、全部笑いに変えてくれる人ばっかりなんで、まあ、7、8時間で作りました。人生初スパチャです。もし武井さんと室伏広治が学生時代同じ学校の仲間だったとして、廃部寸前の部活から全国制覇を目指すとした場合、何のスポーツを選びますか？個人的にはアメフトとかが胸熱です。アメフトもいいけど、アメフトだとやっぱりポジション全員やっぱり優秀じゃないとなかなか勝てないから、一つのポジションだけで勝てることあんまないだろう。室伏がいたとしてもディフェンスに行くと思うなぁ。人1対1とかになっちゃうしなぁ。アメフトではないわなぁ。まだラグビーの方が可能性あるかなぁ。まあ、柔道かレスリングじゃないかな。室伏コーチと俺が行って。まあ、柔道の団体戦とか一番熱いんじゃないかな。そういうのがいいと思うけどなぁ。レスリング、柔道。そうだね。柔道いいかもな。柔道いいかもな。室伏コーチに柔道やらしたかったな、俺。見てみたい。あれは見てみたい。今日の武井さんの室伏さんの倒し方教えていただいてよろしいでしょうか。室伏は倒せません。すいません。610円いただいたにもかかわらず、室伏は倒せません。申し訳ございません。610円のギャラでは室伏を倒すのはちょっとリスクが大きすぎます。はい、610円では室伏を倒しに行くことはできません。はい、リスクが大きすぎます。2倍海王拳、室伏さんの倒し方教えていただいてもよろしいでしょうか。室伏は
倒せません。すいません。申し訳ございません。海洋券、はい、2倍の1220円を積まれたとして、合計1830円を積まれたとしても、室伏に戦いを挑むのに1830円で行ってくれって言われて、受けるほど私も、はい、バカではありません。はい。スパチャはありがたいんですが、1830円で室伏と一戦を交えるという、そのファイトマネーの少なさでは、室伏と戦うやっぱり、はい、メンタリティには到達できないということをお伝えしたいと思います。申し訳ございません。はい。二度にわたって申し訳ございません。はい。何なんだ、このやりとり。300人超えとるやないか。前世紀の室伏さんが1年間十種競技の練習をしたとして、武井さんの日本記録とどっちが勝つと思いますか？俺は十種競技の日本記録は持ってないけど、十種の中の100と400の日本記録は持ってました。自分はギリギリ武井さんが勝つと思います。1年か。1年だったら、どうかな。室伏と俺？ 100 はまず間違いなく俺が勝つと思う。でも十種競技を1年やったら室伏も10秒8ぐらいで走ると思うんだよね。わかんないけど、いつかによるけどね。室伏が大学の頃ぐらいだったら十種競技まだいけたと思うけど、ハンマーで金メダル取った頃だと、ちょっとしんどいと思う。走んのもスピード遅くなってただろうし、ちょっとでかくなってたからね。100は持たない感じあったから、なんか400は絶対走れないし、あの頃は。1500はもうとんでもないことになると思うから、だからそこでごっそり点数差が開くんで、ハードルはパワーあるから、でもまあ走りながらあれ超える。まあ身長もあるけど、センスあるからどうだろうな。同じぐらいかな。どうかな。ハードル見たことないからな、室伏の。ああいう系ができんのかどうかちょっとわかんないんだな。そんなに器用なタイプじゃないと思うから、野球の球投げるの見てると。ただ、投擲の3種目でごっそりやられるから、俺。砲丸、円盤、ハンマーで。うん。ごっそり負けるから、その3種目での負けを、あと7種目で俺がひっくり返すっていう感じになるから、まあ、10種だったら俺が勝つと思う。1年だったら。ただ、室伏が3年やったら、負けるだろうなって思う。間違いない。あいつが本気出したら、まあ、負ける。積まれたら勝てない。2年まで、あいつに勝てんのは。室伏広治が武井さんを後ろから羽交い締めしている状態で、正面から室伏球が結婚して最強遺伝子を残しましょうと求婚してきて、ここから重信が南を削ってる窮地を脱する室伏ファミリーの倒し方を教えてください。まあ、倒さなくてもいいんじゃないですか？重信さんに、私は結婚を考えてませんって言ったら、もうそうか。そうだろうな。ゆか、やめなさい。工事も話しなさい。はい、ってなるだろうな。ええ。以上です。